ですよ。困りくる。コメントがね、もう。そう。なんだわさって言われるけど、多分。およそ300メートル先、右方向です。国道356号線です。ね、失禁するな。ピギャって言いながら、意識飛ぶよね。自転車どっか行っちゃう。マジか。自転車どっか行っちゃうか。マジか。いやー。なんかあれだね、ここに来てようやく俺らってオタクだったねっていうのを思い出したね。右方向です。国道356号線です。356、大丈夫？知った？いやちょっと炭酸が弱いな。さっきは炭酸に負けすぎじゃない？その割に強炭酸買ってんだよな、そこ。やっぱド M だよ。ド M だ。俺の喉にね、刃を突き立てる。ダメじゃね。鍛えていく。いやいやいや。家欲しい。もらっちゃえば。な。作っちゃえ。家くれよっつってね。作っちゃえよ。あ、そうだよ。建てちゃえよ。建てて。三号棚のど真ん中にダーン建っちゃえ。車が通り抜けんの。もうなんかドライブスルーじゃん。もう料金所みたいな。そうだよ、通る人だね。こんにちは、どうぞ。料金使いません。料金所に住めばいいんだよな。そうだそうだな、名案だ。したら金も稼げるし。そうだ、家も持てるし、完璧じゃん。妙案だね。妙案だよ。家で妙だね。お、出た。寸法の殿下の宝刀。家で妙。家で妙。殿下の宝刀。ここぞという時にね。抜くよね。抜くよね。で、出た。寸法さんと家で妙。縛らねえしないと。それこそルビフって必殺技にしないとダメだ。本当にそれだよ。ルビ必要だよ。家って妙っていう技名も全然言ってて決まんないし、締まり悪いダセえ、うん、うんってなるし。ああ、どんどん田舎に近づいていく。いや、そう、なんか緑が増えてきたよね。トンネル抜けたらそこロサンゼルスだ。マジかよ。千葉すげえ。すごい。ポテンシャル半端ない千葉。やば。もうだって完全にどっかでわおおお、ハリケーンデンスモンスターどこ。かっこいい飲み方したら。確かに。ひっくり返ったもんな。さすがハリケーンデンスモンスターたちだよな。うちらもそのケイデンスで、ね、一回行ったもんね、松田の方にね。松田ってあれどっか行ったよね。ああ、行った、気付いた。流山の方から。へえ、とんでもねえ速度で行ったね。なあ、高速を超えて音速だったもんね。そうだね。いや、高速の方が速えんだよ。音速を超えて多分17キロくらいで行ったよね、うん、そうだね。一周待ってやん、多分。一周待って。だいぶ早かったと思う。オーバーフローしてんじゃん。ドンって音がするもん、多分ね。空気の壁を、ね。そうだね。うん、一攻撃するたびに、ドン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 。もう、後ろがソニックブームでむちゃくちゃだよ。あの、あの河川敷あたりね。江戸川か、あれは。求めてドライブってのもまたね。いや、オツですよ。オツなもんだよね。なかなかオツですよ。通王だね。え？え？通王だね。言った。2回目言った。信じられないわ、今の。よく言ったよね。本当に。ハート強すぎる。いや、聞こえなかったのかな。違う。あの絵のトーン、聞こえなかった絵じゃないでしょ。読解力足りねえな、寸法。僕も出かけたな。文脈。左方向です。後部座席
からちょっと聞こえなかったお前それどちらの会社ですかって聞かれて東京の会社ですって言うやつと一緒だから。本当に所在地聞いてねえよってあれマジで面白かったもんな。本当にまず名乗れないってヤバくない？飛び込みなんだ。あ、そうだ、メロメロ知らないから言うけど、前うちに急に朝セールスみたいなのが来て、あの不動産屋なんですけどみたいなこと言われて、一番最初自分の住んでるアパートの管理会社の人かなと思って話聞いてたんだけど、なんか言ってることよく分かんなくて、え、なんかどちらの会社ですかって聞いたら東京の不動産会社ですって言われて、いや違うでしょっつって会社名知りたいんですけどって言ったら、あ、それはなんかあのお取引がないとお伝えできないんですよって言われて、いやいやいいじゃん、そんなことある？ね、びっくりするよね。いやいや、もう逆にじゃあ、あれだよね、取引来てんじゃねえのかそ, そこで、あのまず自分が名乗らないで始まるお付き合いはないでしょって思うよね。どこの会社かもわからないさところと取引するぞって思わなきゃいけないでしょ。そこでようやく教えてくれる。本当に下手くそだよね、嘘が。本当にもうその場でもうすぐお引き取りくださいって言って帰ってもらったんだけど、もう本当になんか動画とか撮って YouTube とかに上げたかったもん。面白そうだね。ね、そういうのやりたやらないから俺はいつまでたっても YouTuber になれないんだな。そうだな、うん、広告つけた YouTuber になりてえな俺も。そうだな、うん、広告つけてえな、うん。広告って勝手につくのかな、なんか自分でジャンル指定するのかな。なんかね、クリックするらしいよ、なんかいろいろ。ごめんパソコンの操作したら大体いろいろクリックするんだよな。ごめん動画をごめんアップするときになんかいろいろ自分で設定しなきゃいけなくて、その広告をつけるつけないとか、どの広告を何箇所につけるみたいなとかのクリックを言ってた。ごめんごめんまさかのさ、あの IT で働いてる人間と思えないわけだったよね。違う、主語がね、主語とちょっと統治法使っちゃった。あ、なるほどね。動詞から言ってしまったから。かっこいいいいな、あのベトナムとかで売ってそうな帽子な。ネッキーが一番似合うのに。おい確かにやめろ、ベトナムに行ったけど。行ったんだ。話しかけられたでしょ。話しかけられないけど。本当に？でも行きの飛行機で、あのなんだっけ、あの後ろの扉のすぐそばの席だったの。要は前にお客さんが、他のお客さんがいない席だったんだけど、そこってあの非常時にあの脱出のお手伝いをしなきゃいけない席なのね。でそのお手伝いしてくださいねっていう説明を CA さんからされるの。でまあその時、まあ、ベトナム、日本からベトナムに行く飛行機に乗ってたんだけど、その時に、よくわからない言葉で声かけられたんだよ、うん、そういう経験はある。やっぱりね、うん、そう母国語だと思ったの、それがね。そうなんだよ、英語とも違うなみたいな。英語ですらないんだ。そう相当配慮してくれたと。全然わからなかったね。実家に帰る人だと思ったか。そうなんだろうね多分ね。まあそれがなんだっけ、あの前の会社にいた時の、まあ社員旅行だったんだけど、そのまた別の年に社員旅行で今度グアム行きますってなって、でグアムってまあもう日本人もいっぱいいるしね、今回は前回みたいなことねえなって思って、まあグアム行って、まあまあ案の定その日本人も多いし日本語通じるし、もう全然そんな外国人と間違われるみたいなことなくて、で日本帰ってきて、あ、今回はなかったなって思ったので、成田に着いてあの荷物出てくるじゃん、ガラガラガラって。でなんかそこでなんだろうな、生徒さんたちの引率をしてる先生がそこで荷物待ってて、で先生が一人で一生懸命荷物取っててさ、でその荷物なんか一個重かったらしくて、なんかなかなか動かなかったな。で、もうちょっと見かけたから、あ、手伝いますって言わなかったんだけどさ、何も言わずにスッて取ってあげたの。そしたらサンキューって言われたよね。本当に思われてなかったんだよね。まさか日本に帰ってきてからそういうことが起きると思わなかったよ。空港だしな。そう何でもありえるんだろうなきっとな。空港はミラクルが起きる。
空港懐かしいね。懐かしい、やったね。懐かしい、やった、ね、くだらない遊びしたよね。わざわざ空港まで行って、ね、本当だよ。カメラでフラッシュ焚いてあれでも本当面白かったよな。あれこそ動画にするべきだよな本当に。あれもう一回やりたいな。今もう一回やる、今もう一回やりたい。携帯でこうやってたよねなんか人数集めてやりたい、やりたい。いや今だったらもうちょっと集められるよ。寸法の会社の人全員手伝ってもらおう。ああそうだね。少なく、少なく、少ない少ないよね。ある人無理よ、もう終わりぐらいかな。あと奥さん付き合わせればいいじゃん。そうそうそう。みんな真顔になる練習しないと。そうなんだよな、あれよな。マジで面白くなっちゃうかな。どういう遊び？なんか動くエスカレーター。違う、エスカレーターは全部動いてんだよ。あれ、ね、歩く歩道、動く歩道な、歩く歩道か、はいはい、歩く歩道普通だから歩道は歩くためなんだから。動く歩道、ベルトコンベアみたいな、そう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 、全身するやつ、はいはい、あそこにナッキーが立って、はい、で周りから、まあ、俺とカメダンとかが、あれマッキーさんですかって言って、うん、でフラッシュ焚いて、どちらに行かれるんですかって、どなたと行かれるんですかっていうのをやるだけ。あだけ。俺はひたすら帽子とサングラスかけて、プライベートなんでって、こうやってやるっていう、そうすると、周りの人たちが、誰あれみたいな感じで、めちゃめちゃ振り返って。なるよね。なって、うん、その動く歩道が終わったらまた初期位置に戻って同じこと、いや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 、繰り返すんで。めっちゃ面白かったな。で、あの後写真撮って寸法がなんか雑誌みたいなの作ってくれた。あ、なんだっけ、イケメンマガジン。そうそうそう。めっちゃ面白いんだよな。めっちゃ面白いよね。あれをもう一回やりたい。もっと大掛かりにしてやりたい。もうなんかもっとカメラの台数増やしたいよね。でフラッシュバシバシに焚いてさ、ロマイクとかで、そうそう、確かにね。で、まあ、ちゃんとあの動画にさ、フラッシュの激しい点滅に一箇所行かせて。お、気分じゃん。気分といえば、気分といえば、だし巻き、ええ、だし巻き卵が食べたいな。あ、そういうこと、手元だけ急に巻きって言い出したから、だし巻きってこと。そう、あれ気分ってだしとかだよね。なんか和食系の調味料、おでんっぽいよね。あ、おでんか。練り物作ってるイメージあるよね。あ、そう。お、そう、今度は日本食券。お、なんか今シームっぽかった。そうでしょ。あえて寄せに行ったんだ今。寄せに行った。うん、そう。素だったらまあミラクルだけど、まあ寄せに行っちゃったよね今だ、どうしてもね。うわ、飛行機も飛んでるよ。本当だ。え、飛行機は飛ぶよ。そうだな。飛行機は道路走ってたら面白いね。あの赤い橋なんだ。渡月橋じゃね。渡月橋って俺知らないわそれ。あの京都の嵐山のさ。へえ。知らん。マジか。もう日本人じゃねえから。そっか。トラムだもん。自分で言ってる。それダメなんじゃ。日本人だわ。ふざけんな。ギリギリ日本人。利根川かい？これは。利根川だな。成田市なんだ。通りで飛行機が飛んでるわけだな。いやー広いねー。さすが。田んぼがダイブしたくなるよね。ねえ。びしょびしょになるよね。田んぼに結構危ないよそれ。ぬるぬるになるでしょ。ぬるぬるになるね。何あれ、白鳥？違うな。白鷺じゃね。白鷺？白鷺はどういう詐欺師なんだっけ。いい詐欺師やね。いい詐欺師。詐欺じゃない。本当だ。ただのいい人だ。ただのいい人。いい詐欺師ってなんだよ。どちらかといったら黒詐欺の話でしょそれ。
赤崎がなんか結婚系の色恋系の詐欺師だったの覚えてるんだよね。それあれだよ、クロサギのでのあれだよ、はいはい、あの定義だけど、はい、まあ、現実どうかは知らないけど、うん、ああ、いやでも俺らも出会って10年経った、出会って10年でやめろ、合体しねえよ。え、結構、ま、真面目だよねそうだね、だいぶ真面目だよね、うん、10年10年だし、プラトニックな付き合いしてたってわけだから合体しねえよこの道あれだよね、タヌキとかさ、たまに引かれてるよね、そんなん映ったら放送事故もいいとこだな。モザイクかけるでしょすごい遠くからモザイクが近づいてくるでしょ、モザイクが近づいてくる、うん、ホラーだね。さっきからね、あのお茶飲むタイミング難しいんだよね。そうね、あのさ、変なタイミングで飲んじゃうと吹き出しそうになっちゃうだから飲み干してやった。おお、男だね。男だな、何にも示し合わせないのにまさかの飲み物かぶりしてか俺と愛さん同じ場所でね、同じ場所で買った利根川水郷ライン、利根川の横走ってるの見えないから悲しいね本当だよね、利根川の川沿いをずっと走ってんだね。お、トイプタそばから見える、来たか、アイさん持ってるね。まあね、持つ男だからね、うん、持つ男、持つ男すぐには。これカープじゃねえんだ、まっすぐで道まっすぐまっすぐ、ナビ姉さんを信じろ。そうか、目つぶってたって、うん、問題ないな、紐で連れてってくれる。ああ、そうか、カーブですって言われた時だけ、そう、話すればいい、ハンドルを切ればいいあなたはまっすぐだよ、やべえ。そこまでやってたらカーブの時もやってほしいよね。でもさ、この現実の車もさ、ミニ四駆にすればよくない？あ、コース作ってね。そう、止まるの大変じゃね、止まりすぎて、ふんって止まる、あ、今んとこなんだけどそしたらアクセルとブレーキだけでいいよね。そうね、確かに、でも怖いな、追突事故だけ、追突事故はやばいね。あのローラーついてるから大丈夫、そうか、すごい柔らかいバンパーつければいいんじゃないで、上り坂の時にはダンパーつけて、そうそう、ジャンプもね、制動、そう、ブイッてこう、そう、あと6キロで着くよ。そう考えるとまあまあ近い。そうね、うん、さっき1時間とか言ってたからもっと長い印象だったけど、1時間喋ったのがいいじゃんね。そういうことなのかね。じゃあ60分尺が伸びたね。すごいね、取れ高は足りてんのかい。これは今尺取りもし、あ、言うてるそばから言うてるそばからえ、うわー、嘘、ほっと、えぐ、誰だった誰分かんない、タヌキなのか、多分タヌキの猫なのか、タヌキっぽかったね、なんかね、スーパー防災区でここを採用するかどうか分かんないけど、刺してなんか盛り上がったわけでもないし、いやもう全部使うからね。なるほどね、無駄なところは一つもないと。谷海もあるし山海もある。なるほどね、谷海いらねえ誰も幸せになんないんだよな、谷海って。見てる人もただ時間の無駄だし、俺らとしてもなんか恥ずかしいしさ、谷川いらないよね。谷川は必要だよね。まあそうだね、橋休み、橋休み的なまあ記録としてね。そう、記録として、うん、途中で動画切ったらおかしいじゃん。あ、まあね、一緒にドライブ行ってんだから。そうだね、もしかしたらね、そこなんか谷川にさ、うん、すごい伏線が張られるしちゃいけないやつ覚えておかないといけないね。そうだね、でもあれ別に映しちゃいけないわけじゃないと思うけどね。うん、あ、そうか、うん、てか、だって下まで映る感じ、
多分ね、もう要はその到達するまでの過程でここら辺にちょっと。これ今がっつり信号無視じゃなかった？いや、ね、なんかあれじゃん。あ、いや違う、そんなわけねえな。あ、宝船がある。ね。いや、これなんかアスレチックみたいになってんじゃないの、公園の。シャボン玉で遊んでる。すごい。いや、面白そう。あそこ行っとく、後で。え、絶対つまんないと思うけどね。つまんないかな。なんかモアイみたいなやつが。ただのモアイ。あったよ、モアイあったね、石像がね。めっちゃ怖かったんだけど。怖い怖い。ないないちゃう、なんか輪っかになってて、あのははマイムマイム八体ぐらい。マイムマイムマイムしてたから怖かったわ。なんか召喚できそう。そうなの、なんか結構むしろ召喚中ですみたいな感じだったわ。じゃあ召喚しようとして、うん、なんかあれじゃない、神の怒りに触れて石化させられたんじゃない。あの悲しい過去。ネモースの怒りに触れたのか。だからバラバラにすんのやめろお前。神をバラバラにするなお前は。神をバラバラにするな。失礼だお前。お前お前あれ全部石にされるんじゃね。あ、まさかの、うん、ネモースに。ネモースネモース言ってるとかな。あれ寸法が多分ね、ちょうどこの車の前を通ったあたりで多分石化させられると思うわ。気をつけよ。そうだね、石化する場所考えてね。そうだね、そうだね。ドクターストーンみたいになっちゃう。一人だけ。ドクターストーン面白いね。面白い面白い。ドクターストーンって漫画？漫画、うん、今アニメやってる。人類がみんな石化させられちゃう。メデューサの話が入って。そう。そうなの。宇宙からの謎の光線によって地球人類がもうみんな石化させられちゃう話。そう。そう。で終わり。何が面白い。一話完結。で、一ページ目でパッてこう振られていて、そう。次の瞬間みんな一気にパッてなって、カンって。カン。次回の作品にこう持って。綺麗に終わったなーって。バッドエンドだね。バッドエンドだね、本当に。そんなに語れるほど知識ないからこれ以上広げたくないの。でもアニメやるってことは面白いってこと。あ、そう、まあ面白い、うん、何が面白いかって言われると、ちょっとあんまり説明できる。俺は結構あのなんか問題に直面した後やっぱそれを解決していくっていうところが俺は気持ちいいけどね。解決していく瞬間瞬間が 石なのに。そう、確固たる石を持って。お、石だけに。うん、お、石だけに。石しかもドクターも石。石え、ってかもうダメだ。どうする、どうする、自分で見るしかない。そうだね。この二人からちょっとなんか得るものがない。あらすじすら得られない。いやでも俺らの話で見たいと思ったでしょ。君たち。まあじゃあ一話だけ見て。逆にそうだね、そうだね。逆に見て。逆にね、逆に分かんなすぎて。見ざるを得ないと思ったでしょ。そうなんです。見なきゃこれはもう分かんねえなっていうかね。逆理論ね。逆にね。何が？道の駅。ああ、来た。え、どれどれ。ほら、1.0キロ。発酵の里、神崎。発酵の里なんだ。お酒だから。ああ、なるほどね。さっき言って、なんかドラムの里っていうのあったの？あったね。そう。暴走の村みたいなね。暴走してんの？暴走、ドラムで。ああ、すごい。みんなドラマ。みんなドラマ。かっ激しい方のね。ナチュラルボーンドラマ。あ、すごい、もう着くんだ。来るぞ。いいじゃん、行くか。どこだい？まっすぐだよね。圏央道入っちゃうの？圏央道抜けて先だ、あれだ。どれだ？あ、あれだ。めっちゃ屋根がある。めっちゃ屋根がある。ほら、めっちゃ屋根あるやん。そりゃね、ほらほら、屋根はあるさ。書いてあった、道の駅、発酵の里、神崎、来ましたね。うわっ、
なんか急に動画っぽい説明台詞言ったな俺が説明確かに、うん、そうね。でもまたやっぱ車すごいね。これなんか発行中みたいな顔出しかもあるんじゃないの。あるから、うん、アイドン発行中みたいな。目的地は右側です。これでルート案内を終了。顔出し看板なかったらショックなんだけど。でもなんかちょっとなったそうな気が。飛行機より。飛行機、飛行機、じゃあ飛行機飛ばそうぜ。飛行機飛ばそう。いやいや乗れよ飛ばしてはダメよ。何よ。パネルはなんか確かに、ね、なさそう。ない、ない、ないマジじゃ。いやでも作ろうぜ。室内にあるパターン。ああ、なるほどね。中パターンね、うん、なるほどね。いけー、曲がれ俺の車。いや曲がるだろそりゃ。お前どんなスピードだよお前。なんかよっぽどスピードが乗ってるさ。確かに。なんか急カーブなの分かるけど、今信号開けだからね。確かに。そんなことはねえだろ。進め。進むよそれ。車なんだから。お。深いね。深いだろう。そしてここ駐車スペースでも何でもねえとかに止めとるやつだろうな。深いね。深い。深くなくね。深いでしょ深い。あ、深い、ね。駐車スペースじゃねえ。急にうまいこと言い出すな。うまいか。お、駐車できねえ。ないか、外にはないか。そうそう。でも変なのいたよキャラ、うん、変なのいた、うん、それの隣に立ってもらって撮ればいいんじゃないか。逆に、まあね、うん、逆に、まあね、何の逆でもないけどまっすぐに、うん、そうそう、直に。お、ただただまっすぐに。ありがとうございました。嘘終了。ここ開いてない。ここ終了なんだ。開きなし。あ、開いた。開いた。ゲー。ゴーとゥー。危ない危ない。それはいかん。それはいかんよ。開いてない。開いてないね。ゴーとゥーストップ。ゴーとゥーストップ。どっちやねん。ゴーなのかストップなのかだ本当に。止まりに行けってすごいじゃん。この辺りの大型用のスペースに2台止めちゃえばいいじゃん。番長止めか。あう、こいつすげえな。真ん中に置いてやがる。デカスペースに。本当に置いてないね。うん、ここそんなに流行ってんの。発酵の里だからね。発酵の。あ、まあ発酵流行ってるしな今な。マジか。みんな発酵してるもんね。そうなの。もう二言目には発酵だもん。そうだよ。やべえな。こうすんの待ってんだな、こうね。ああ、なるほど。止めたばっかだな。発行します。あ、御社出そうだね。僕たち。え、これあれじゃない。さっきの不快な車の人たち。違うな。違う違う。僕たち。あっち、あっち開いたよ。どっちどっち。ほらほら。あっちあっち。じゃあ、回る。発行芸人です。どこだいどこだい。え、見えないの。見えないよ。幽霊かいそれは。いや。とりあえず早く。君には僕が見えるの？僕には君が見えるの？いやいや、その疑問形おかしいでしょ。ああ、多分。あ、どこだい？いや、今早く曲がって、早く曲がって。ここ？ここ？違う、そう曲がって、ここそう。ここはね、いつなんだね。ああ、あの青い車の隣空いてる。本当に？うん。すごいスピードで行くよ。うん。ああ。音だけ一流。気持ち的にはね、それくらいのスピードですよ。あ、ここも空いてんじゃん。ついに来た。よかった。うるさ、うるさね、うるさ。バックその速度やばいでしょ。いや、バックファイヤーしてんじゃん。ついに到着したか、工事の里にな。やべえ奴らがうようよいるからな。発酵してるよみんな。怖えな。発酵に